ったです。いや、たまりをしたとき、とても楽しかったです。まず、田んぼに入ったときは、泥がムニムニして、少し凍りました。土を溶かすのは簡単でした。水につけると、土がすぐ溶けて、溶けたときの感触が気持ちよかったです。指が消えるのではないかと心配で止まらなかったですが、終わったことを忘れません。それは、メカリのことだけではなく、玄米にしました。みんな販売まで、体験をして、大変良かった。で、これからの農業を、背負っていける人が何人でも出てくればいいと思いますけども。生涯続くのだろうなと思います。春から皆さんと一緒に始めた勉強ですが、皆さんも勉強したと思いますが、私も一生懸命勉強して、次はみんなと何を話そうかな、どんなことを話そうかな、毎回勉強しました。家のこと、食べること、そして子供を産むことまで、いろいろな勉強をしていくのだろうと思います。今までことをいろいろ教えてくださりありがとうございました。これから感謝の気持ちを込めて一生懸命合奏合唱をします。